東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことは何でしょうか。まずは先に点が欲しいですよね。そして優位に試合を運びたい、そういうところですよね。さあ、先制点はどちらのチームに入るんでしょうか。まずはジャイアンツ、次が3球目、インサイド落ちました。これはセンターに抜けました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁でバッターは2番に入る。バッター、打球はライトへ、ここは外野へのフライ、ライトが取りました。さてここはどう、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。サーバー打ちました。ピッチャーライダーです。一塁転送はアウト、ダブルプレー。さあ、そして打席には平入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めると。一塁はセーフ、際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。次が2球目、これはいいボール。ここはあっという間に追い込んでいます。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。打順は5番、空振り三振、まず一つ振っていきましたが三振。バッターライトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。陽大館が掴んで3アウトです。さあ、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。セーフ、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ここは期待できるバッターですから無理に走る必要はなかったと思いますね。そうですね。釣り球、しかし誘いには乗りません。150キロ、打ちました。セカンド取った、一塁へ、ツーアウトになりました。バッターは4番、アウトコース打ちました。ピッチャーライダーです。打順は2球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ、ジャイアンツストレート打った、抜けていった、バックホームする、サードランナーホームイン。ベイスターズ先に点を取りました。ここで先制点を奪われてしまいました。打席には4番バッター平、ジャイアンツホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってね、この回で勝ち越しておきたいですよね。さあ続いていきたい。変化球空振り、さあ、そしてここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。センターへ、これは面白いところに飛んでいる。ここは打ち上げています。センターフライ抑えてアウト、ツーアウトランナー。さあ、そして打席、さあ4球目は何か。変化球打った、セカンドの左抑えた、一塁アウト、これで3アウト。さあ、ご覧ください、先ほどのプレーになります。さあ、ジャイ、次が6球目、低め打った、抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、ホームへ、レフト前ヒット。ジャイアンツバッターボックス
6球目は何で来るか。押し出し、これで1点。ベイスターズ押し出しで1点。さあここで、さあそして変化球打った、ショートの抜けていった、逆転のランナーも三塁を回った。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン。ベイスターズ逆転、4対3。抑えたかったんですが、この場面で逆転されてしまいました。さあマウンドを任されたのは石田、今シーズン6試合目の登板です。連日の登板となりました。初球空振りです。外外れてボール。遅いボールをコントロールしてきます。ワンボールツーストライクです。見逃し三振。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、東京ドームです。セリーグ公式戦、まずはジャイ西さん、バットに当たりません。三振。最低限ランナーは進めましたね、まあ次は勝負強いバッターですから面白いと思いますね、その期待に応えてほしい石井が打席に入っています。打ちました、外、一塁送球、アウト、ツーアウト。その間にサードランナーホームイン。さあこれが6球目。このピンチ見事三振を奪いました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。バッターボックスには3番石井、先ほどの打席で先制となる打点を挙げています。できればヒットをしたかったですよね、ここはいいバッティングを期待したいですね。そうですよね。ツーアウトランナー一塁です。インサイド落ちました。この打球はどうだ、切れるか、わずかに右に切れました。ファールボール。これで3ボール、厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。ああそうですか。さあ6球目は何か。変化球空振り、アウトコースへ丁寧なピッチングで三振です。さあジャイアンツ、ここはゲッツを取りたい場面ですよね。そうですね。ストレート打った、セカンドの左取った、二塁送球、二塁アウト、ダブルプレー、チェンジです。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで切り抜けたのは良かったですよね。3番バッター石井、ジャイアンツホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね。引っ張った、
取りました。一塁アウト、スリーアウトです。ここまでのハイライトです。2回の表、得点圏にランナーを置いて三振を奪います。同点のピンチをしのぎます。3回の裏、三者連続三振、三振に倒れます。4回の表、このピンチの場面、ここはバッテリーしてやったり、ゲッツーに打ち取ります。得点を与えません。バッターボックスは3番石井。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、高めのボール、セカンドの右抜ける、バックホームする石井。8番バッター、ライト方向を流しました。これは一二塁間を破る、峰井、今日の初ヒットがここで。三振になります。試合終了。試合を制したのは読売ジャイアンツです。これで連勝は4となりました。西さん、やはり連勝、セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜。まずはジャイアンツの先発。さあベイスターズ打線相手にどんなピッチング。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入る。インコース詰まりました、掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている筒香。昨日ストレートの打ちました、難しいバウンド、取った、送球する、ツーアウトになりました。さあそして打席には外が入り、空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。バッターは石井。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも変化球、空振り、ワンアウトです。
バッターは2番に入っている坂本。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました東。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ピッチャー取った。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。これが先ほどのプレーになります。空振り三振、2アウトになりました。バッターボックスには4番平。2試合当たりが出ていません。2アウトランナー1塁です。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。神里が掴んで3アウトです。2回の表ベイスターズの攻撃。バッターボックスには引っ張った石井。アウト、ワンアウト。バッターボックスロペス。昨日のゲームではこれはデッドボールということになります。バッター変化球打ちました。ショート取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃。5番バッター打ちました。流しました。弾き返した打球はレフトへ。しかしこれは追いつくか。バッターは6番楊大寛。2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。掴んで2アウトです。バッターは7番に入っている亀井。引っ張った。セカンド取った。1塁アウト、3アウトです。小宮山さん、どうでしょう。2イニング投げてみて両投手ともに。引っ張った。ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト。打順はトップに帰って神里。先ほどの打席は打ちました。左中間へ打球伸びる。レフトが取りました。2アウトです。打席には2番バッター筒香。打ちました。石井、一塁アウトで3アウトチェンジです。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかが。変化球空振り、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、振っていきました。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが構えます。外が掴んで3アウトです。4回に入っていきます。 DeNA ベイスターズ、打順よくこの回2球目打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。右中間破っていきました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。ここで声をかけました。3球目は何で来るか。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには5番梶谷。先ほどの打席はストレートの、ここで声を、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。このピンチ空振り三振に切って取りました。ツーアウトになっています。ここで声をかけました。これが3球目。空振り三振、ここは投げ勝ちました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。ピンチの場面でしたが、連続三振で切り抜けました。2番バッター坂本。まあ前の打席はスライダーをうまく打ちました。ピッチャーゴロ、アウト、ワンアウトです。バッターボックス丸。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打順は4番平。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだった。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。盗塁を見事決めました。まあリードもいいんですよね。これでアウトを増やさずに一打先制の、外のボール打っていった。高く上がった。ここはフライになっています。セカンドフライ抑えてアウト。2アウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスにはカーティス入ります。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。変化球打った、抜けた。セカンドランナー帰れば先制。先制のランナーが3塁を回った。セカンドランナーホームイン。
ジャイアンツ先に点を取ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがというところ。これが初球、走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。盗塁を見事決めました。いいスタートしてましたよ。これで1本出ればランナーか、外れてフォアボール。いや本当にね、ライン際落ちました。二塁ランナー三塁も回った。バックホームする。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点を挙げました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます、よく見極めました。フォアボールです。さあバッターボックスには先発の高田が入っています。ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。外の球打った、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回ジャイアンツ、小宮山さん、回は5回です。この5回打ちました、取りました、一塁送球します、アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の東三振です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。変化球空振り。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかが。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。2番バッター坂本、先ほどの打席は変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは3番、変化球空振り。回は6回の表、追いかけるベイスターズの攻撃、変化球で空振りを取ります。まず1つアウト、打ちました、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは4番、外、先ほどの打ちました、一二塁間を破る、外、これが今日の初ヒット、ツーアウトランナー一塁。5番バッター梶谷、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで9試合連続安打、ツーアウト二塁一塁。さあそして打席にはロペスが入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場、ここで声をかけます。ストレート打っていった、これは大きい、入った、ホームラン、ロペス。こういう場面で高めっていうのは、まあ投げてはいけないボールなんですけど、打った、これもいったか、伸びていく、どうだ、入りました、ホーム。ボール球だったんですがうまく運ばれましたね。そうですね、インサイド落ちました、これは手を伸ばして取った、一塁送球アウト、スーパープレイ。しかしこの回ベイスターズ6回の裏、さあジャイアンツこの回は4番から始まる、変化球空振り、ワンアウトです。打ちました、になった、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターは6番楊大寛、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました、センターへ抜ける、楊大寛ヒットが出ました、ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには亀井が入ります。さあここは追い上げておきたい場面、まあこういう場面で返す、インサイド打った、ファースト正面、二塁フォースアウト、これはどうだ、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。アウトカウントは増やしたくはなかったですね。まあただ次が彼なんでね、期待していいと思いますよ。このチャンスに期待がかかる大城がバッターボックスです。見極めてフォアボールです。打席には先発の高田が入ります。ここは代打で点を取りに行った方が良かった気もしますね、バッターボックスには代打のゲレーロ、フォアボールのランナーが出て満塁となっています。西さん、同点のチャンスに打順が回ってきました。なんとか、手が出ません、
三振。あと1本が出ませんでした。最後は三振。大きな小宮山さん、ここは何としてもゼロに抑え三振を取りました。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター神里、今日はまだ当たりがありません。2球目は何で来るか。2球目打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。そのままスタンドに入りました。ここで一発を浴びてしまいました。その差をさあ外してくるのか。変化球空振り。西さん、残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたい。打ちました。これはセカンドライナー。バッターボックス坂本、先ほどの打席打ちました。痛烈な打球、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。2点差に詰め寄る一発。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ちょっと低いライナーでしたが見事に持っていきました。いや、本当にうまく反応しましたよね。ここで得点が入りました。打順は3番丸、今日は盗塁を1つ成功させています。ジャイアン、さあ3球目は何か。バットに当たりません。三振。8回の表ベイスターズの攻撃。バッターボインコース打ちます。飛びつく、取った、アウト。スーパープレーが飛び出しました。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、バッター打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。バッターボックスは5番梶谷。ストレート、あっと、ここもフォアボール。バッターボックスには代打の音坂。さあ、ここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよ。インサイド打った、サード正面掴んだ、二塁アウト。際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。ここからの組み立てでしょうね。まあ、ここで点差を離されることのないようにね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。いい角度で上がった、これは大きいぞ。入りました、ホームラン。ミネイ、今シーズン第1号のボール球だったんですが、うまく運ばれましたね。そうですね。バッターボックスには代打の伊藤。まあ、少しでもリード。2球目打ちました。高く上がった、これはどうか。右中間真ん中破りました。これで4試合で変化球で空振りを取ります。さあ、マウンドに上がったのは三島、今シーズン3試合目の登板です。サニーさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあ、しっかり攻略したいですよ。真ん中打ちました、これはどう、センターに抜ける。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。打席には打ちました、高いバウンド取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターは7番亀井。まあ、残りイニングは少ないんですが、最後まで諦めない姿勢を見せてほしいですね。さあ、残り回も少なくなってきましたが、いい当たり、セカンド取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。バッターボックスは8番大城、今日は2つのフォアボールを選んでいます。ツーアウト、見逃し三振。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いや、もう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。アウトコース打ちました、ショートが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは守備交代から起用されている大和。まずはワンアウトを取っています。打ちました、カーティス。ツーアウトになりました。4番バッターソト、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました、ショートの横抜けた。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックス梶谷、今日は2つのフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。フォアボールのランナーを出しました。ここで空振り、ここはランナーを返さ。西さん、現役時代こういった場面での逆転劇というのはご経験はありますか。まあ、ないことはないんですけど。
9回の裏、ジャイアンツは代打を送ります。バッターボックスには代打の岡本。ジャイアンツ点差が離されて最後の攻撃となります。チャンスを作るにはとにかく初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。見事起用に応えました。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って石井。今日はまだ当たりがありません。前の打席はアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。はい、打順は1番に帰ります。バッター石井。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりだったんですけど、運がなかったですね。まあタイミング、ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。差ですから、ストレート打った、ショート取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。打順は2番坂本。まあここから試合をひっくり返すというのはなかなか難しいですけど、最後まで諦めてはいけないですよ。さあ後がないこの場面、外の球打った、お手元の内野ゴロ、内野安打になった。これで3安打猛打賞。打席には3番バッター丸。今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーは二塁一塁となった。チャンスの場面振っていきましたが三振。変化球打った、ファーストが抑えた、一塁アウト。これでスリーアウト、試合終了です。